それでは東京都知事選挙候補者選定委員会の第1回目の会合を始めさせていただきます。本日お集まりいただき皆さんどうもありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます市民連合の菱山菜穂子です。よろしくお願いいたします。それでは都知事選挙は7月7日ということなんですけれども、それに向けて皆さんで候補者選定をしていこうということで、今日はこういった会合を持たせていただきました。まず最初にこの呼びかけ人の代表挨拶をさせていただきたいと思います。呼びかけ人の宇都宮健二さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はご苦労様です。呼びかけ人代表の宇都宮健二と言います。私は皆さんご存じの通り2020年の都知事選挙に行って、候補者として戦いました。その際多くの都民市民の皆さんの支援はもちろん、それから今日参加されている立憲野党の皆さんから、温かい支援をいただきまして、戦いましたり、残念ながら当選はできませんでした。しかし都知事選を戦う中でですね、市民と野党の共闘が深まって、翌年行われた都議選や衆院選では、首都圏におけるですね、立憲野党の前進につな、がったと思っております。今司会者の菱山さんから、言われた通り、もう都知事選まで、5ヶ月となりましたけど、残念ながらまだですね、市民と、野党が共闘して、推す候補は決まっていませんけど、相手方は今の小池知事が出てくるんじゃないか、思いますけど、小池知事は都知事選に向けて準備万端の状況であると思っております。ところで今の政治状況は、岸田政権の支持率、それから自民党の支持率が大幅に下落しておりまして、特にこのところ明らかになった自民党の派閥の裏金問題ですね、こういうところで、国民や市民の政治不信が、高まって極まっております。先日2月4日に行われた前橋市長選では、まさに、現職の市長山本市長は、自公が推薦する山本市長と、それから立憲野党が、推す、小川明さんの与野党一騎打ちになりましたけど、保守王国の群馬でですね、与野党の、立憲野党が推す小川さんが圧勝した、こういう事実っていうのは今の政治状況を反映しているんじゃないかと思っております。7月7日の都知事選、これは首都東京の決戦であると同時に、この結果は国政にも大きな影響を与えるんじゃないかと思っております。それからそれに向かうまでにですね、4月28日に衆院の補選が島根1区、長崎3区、そして東京では柿沢未途自民党、所属の元自民党所属の議員が辞職したために東京の15区で補選が行われることになっております。それからおそらく年内にあるんじゃないかと思われます衆院選でも、この都知事選の結果は大きな影響を与えるんじゃないかと思っております。私たちは市民と野党の皆さんが協力してですね、強力な候補者を押し出して、都知事選を戦う体制を、構築するためにですね、今日集まっていただいた次第であります。今日はどうかよろしくお願いします。どうもありがとうございます。それでは続きまして、同じく呼びかけ人代表の挨拶としまして、前川喜平さん、よろしくお願いいたします。課題としては元文部科学事務次官の前川です。もう一つは元、都知事、東京都副知事候補というのはですね、4年前の選挙ではですね、宇都宮さんの前川に立って、宇都宮さんが当選した暁には副知事になりますという約束をしていたわけですね。というわけで
都知事選について私も強い関心を持っておりますし、もう50年代もっとですね、東京都民でございます。しかし今国民都民が一番求めているというものは何かと考えれば、金権政治からの決別だと思いますね。自民党という党はもう結党以来ずっともうお金にまみれてきた政党だと思います。それがいよいよあらわになってきたのがこの最近の状況だと思いますけれども、8年前の都知事選挙でですね、小池さんが現れた時にはですね、その自民党と決別して自民党と対決して頑張ってくれるんだろうと、期待した党民も多かったと思うんですけれども、どうやら間違いが出てきた。やっぱり自民党なんじゃないのこの人はと、あわよくばまた自民党に戻って、あわよくば総裁になって、そういうふうに考えてるんじゃなかろうかと、とさえ私は疑ってしまうんですね。機会さえあればいつでも都知事は辞めて国政にまた戻ろうとする、そういう動きをするんではないかと私は睨んでおります。小池さんがやってきた都政の中でも私は非常に問題だと思っているのは、過去の歴史を直視しない、真摯に向き合おうとしないという姿勢ですね。これは非常に私は問題があると思っております。この金権政治からの決別、そして過去の歴史を直視する、平和と人権を大事にする、こういうところでですね、やはり私は小池都政に代わる都政が絶対必要だと思っておりますし、そのために今回平和や人権を大事にする、金権政治と決別する、過去の歴史を真摯に向き合うと、こういう姿勢を持っている方々がですね、党派を超えてこう一度に返したというのは、私は大変意義のあることだと思っております。というわけで私はこの呼びかけにもならせていただいたということでございまして、よく言われる言葉ですけども、勝利を捨てて大道に作る、これはかき言えば憲法を守るか守らないかというですね、そこにその大きな対立軸があるわけであってですね、そういう勢力が一つになって、みんながこの人だったら押せるという、そういう候補者をみんなで議論して決めていこうということですので、私はこの候補者選定委員会には非常に期待して、この呼びかけになっているというわけでございます。皆さんよろしくお願いいたします。中田圭さん、どうもありがとうございました。それではですね、続きましてこの呼びかけ人と、そしてですね、その次に政党の皆さんに代表挨拶をお願いしたいと思います。まず最初に日本共産党書記局長、参議院議員の小池晃さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、日本共産党の小池晃です。候補者選定委員会ということで、宇都宮健二さん、前川喜平さん、そして福山慎吾さん、石山直子さん、さらに浜真理子さんも、呼びかけていただいて、本当に心から感謝をしたいというふうに思います。東京都知事選挙というのは、都政をめぐる選挙ではありますが、国政にも本当に重大な影響を与える選挙として、全力で私ども取り組んでいきたいし、今前川さんからお話しあったように、みんなが心一つに寄せる候補者をみんなの力で作っていくっていう、非常に大事な会議になるかと思っておりますので、期待しておりますし、私たちも力を尽くしたいと思っております。この間都政をめぐっては、例えば小池ってなかなか言いにくいんですけど小池都知事が打ち出した学校給食の負担軽減も極めて不十分でありまして、やっぱりこれ全額との負担で完全無償化という方向に向けた条例、今日ご参加されている都議会の各会派の皆さん、みんな賛成していただいていると聞いておりますし、神宮外苑のですね、再開発を見直すということや、羽田の新首都高ルートの問題などでは、本当に一点は広がっていると思います。旗印をしっかり掲げて、前川さんおっしゃった憲法を守るのか守らないのか、金権政治を許すのか許さないのか、萩生田光一さんは2728万円引き出しに入れていたと、もうとんでもない話ですし、丸川珠代さんは自分の口座に入れていたと、脱税じゃないかと、そういう議員が東京から次々出ている中で、やっぱり金権腐敗と無縁の都知事を選んでいくということが本当に大事になっているのではないかなと思っております。この間東京では世田谷、中野、杉並、立川、
小平玉、次々とですね、市民と与党の共闘で、新しい首長を誕生しておりますし、武蔵野や八王子など本当に悔しい戦いまで追い詰めたところもあります。必ずこれをですね、この間積み上げてきた市民と野党の共闘信頼関係を都知事選挙で実らせて、都政を変えると、東京が変われば日本が変わるという決意で頑張りたいと思ってますので、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは続きまして、立憲民主党都連幹事長衆議院議員の手塚義雄さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。ご紹介いただきました手塚義雄です。今呼びかけ人の皆さん、それから小池職長の話に尽きているかと思いますが、思い返せばですね、私自身は当時浪人生でありましたけれども、安倍政権下、安倍一強下において安全保障法制が強行され、その直後の、都政の混乱でですね、小池百合子都知事が誕生した。その時我々はですね、鳥越俊太郎さんをみんなで応援しようというやり取りがありました。鳥越さんもいっぱい戦っていただきましたけれども、結果あの時に小池都知事が誕生してしまった。前回杉山先生にも尽力いただきました。ややもすればですね、こうした候補者擁立、もう選挙の寸前になって野党の幹部が何かこうこれしか手がないかというような形で決まってきた経緯があると思うんですね。ただ今回、時間があるようでないかもしれませんが、このタイミングでですね、都政に関心を持っていただいている各団体の皆様方にこうして声を上げていただいて、一堂に会して誰でどういう政策で戦うかということを話し合えるのは本当に画期的な機会だというふうに思います。立憲民主党都連はこれまでも、いわゆる自公この相乗りはしないということも組織で決議させていただいておりますし、この間積み重ねてきた野党各党との信頼関係というものをしっかりと結実させる形で、この東京都知事選挙を戦ってまいりたいというふうに思います。この野党共闘の条理に私自身準ずる覚悟で汗をかいてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。手塚さん、どうもありがとうございました。それではメディアの皆さんにはここまでということで、メディアの皆さんにアサイトをいただいて